初めての長時間のテレビ収録、入念に準備しなければなりませんね。一体何から手をつければよいのでしょうか。イブさん、何かお困りですか。自分にできることだったら手伝いますよ。あ、マヤさん、実は準備って何をすればいいのか考えていて。ああ、なるほど。自分もどうしようかなって困ってたんですよね。それに無人島に持っていくものってどこで揃えたらいいのかもわからなくて。あ、それなら今日の帰りショッピングモールに寄りませんか。ホームセンターのお店が新しくできたみたいですよ。ホームセンター、それはいい考えですね。じゃあ一緒に行って何を買うか決めましょうか。はい、ありがとうございます、マヤさん。いえいえ、自分も誰かと一緒に決めたいなって思ってたんで。おお、役に立ちそうなものがいっぱいありますね、マヤさん。ここで準備すればきっと無人島も簡単に乗り越えられます。そうですね。でも買うものは慎重に選ばないと。あ、あっちの方に便利そうなものがたくさん売ってますよ。行きましょう、イブさん。はい。これも便利そうですね。あ、これも買っておきましょう。イブさん、いつの間にかカゴいっぱいに商品が。イブさん、これ全部買うんですか。はい、役に立ちそうなものは全て買っておこうと思いまして。でもイブさん、無人島には各自一つしか道具は持ち込めないって。これはバールのようなもの。一度実物を見てみたかったんです。全然話を聞いてない。っていうか、そのバールのようなものを無人島でいつ使うんですか。思いつかないですけど、でももしかするとどこかで使うかもしれないです。使わないです、絶対。これはやめておきましょう。マヤさんがそういうのならこれはやめておきますね。ではこの蚊取り線香はどうですか。きっと役に立ちますよ。確かにあったら便利かもしれないですけど、収録中に蚊取り線香を焚くアイドルってどうなんですか。これもダメですか。なかなか難しいですね。それにこのキャットフード、いつ使うんですか。餌付けでもするんですか。それはもし無人島でトラに出会ってしまった時のために。こんなんじゃ焼け石に水ですし、そもそも無人島にトラは多分出ないですよ。じゃあそれもやめておきます。でも備えあれば憂いなしと言いますよ。それとこれとは話が別です。あ、マヤさん、あっちにもっと役に立ちそうなものが。見に行ってみましょう。まだ見るんですか。それよりも今まで見たものの中から一つ持っていくものを選んだ方が。わあ、見てください、マヤさん、これモンキーレンチって言うんですよね。無人島に壊れかけた過去の機械が眠ってるかもしれません。それを見つけた時、このモンキーレンチで。だから絶対に必要ないですって。こんにちは。はい、さっき練習が終わったところです。そうですね、久しぶりかもしれません。実はちょっと前まで無人島にテレビ番組の収録に行ってたんです。初めてのことだったので大変でしたが、とても楽しかったです。皆さんの新しい一面を見つけることができたような気がします。印象に残っているのはやっぱりマヤさんですね。すっごく頼もしかったんです。食べ物を取りに行った時も道に迷わないような工夫をしてくれたり、
ほとんど何も道具がない状態で方角を調べてくれたりしたんです。もともと頼りがいがあると思っていましたが、改めてマヤさんの魅力を知ることができました。はい、皆さんと一緒に何かをするのはとっても楽しかったです。今度旅行にも行きたいねってあやさんとも話してました。それに、そうですね、今回の無人島での体験はとっても勉強になりました。ああいう場所では何が役に立つかわからないですし、何か起きた時にも諦めないで冷静に判断することの大切さを学びました。心の強さ、精神力が必要だと分かりました。そうです、武士道と一緒なんです。ですから私も何が起きても冷静に判断できるようになろうと思いました。ライブは特に勉強になりますし、サークルでは多くの時間を過ごすことになると思います。なので何か気づくことがあればいろいろ教えてください。